見てください、この可愛らしい姿。この子はビーバーだって皆さんわかりますよね。ではビーバーが縄張りを示すために使う粘液のようなものが食品の製造に利用できることはご存知でしょうか。科学的にはカストリウム、あるいはカエリコウと呼ばれるこの物質はムスクやバニラのような香りが特徴的です。食品科学者たちがこの物質を発見した時の会話を想像してみてください。ビーバーの粘液、食品製造に使えないかな。それはいいアイデアだ。この甘い香りはアイスやデザートにもってこいじゃないか。実はこの物質、何百年も前から薬や香水、香料などに使われていました。でも最近はあまり使われていません。本物のバニラは非常に希少なもので絶滅に瀕していると言っても良いほどです。一方ビーバーのお尻から出る天然香料は、あ、言い忘れていましたね、この粘液は塩分泌物と尿が混ざったものであることが多いのです。ストロベリーアイス一つください。うえー、子供の頃砂場で砂のケーキを作ったことありますよね。小さい頃誰もが一度は砂を食べてしまったことがあるはず。大人になった今、無邪気な昔を再現したいならウェンディーズに行くしかありません。噂によるとチリの固血防止剤に砂を使っているそうですよ。なんだか恐ろしいですよね。結論を急がずじっくりと見ていきましょう。まずこの固血防止剤は二酸化ケイ素と呼ばれています。砂浜から持ってきた砂ではなく、砂は二酸化ケイ素の別名に過ぎないと言っておきましょう。もっと恐ろしい名前もあって、ガラスの粉と呼ぶ人もいます。とにかくチリを長持ちさせ固まりにくくし、食感を完璧に保つために使用されるのです。二酸化ケイ素は小麦粉ベースのベーキングミックスや化粧品にもよく使われています。バニラの香りがする粘液とは異なり、この難しい名前の物質はセメントやガラス製品、食品添加物までかなり幅広く使用されています。次はラノリンについて説明しましょう。クリームや軟膏、あるいはチューインガムを手に取ってください。どれでもいいですよ。その中にラノリンが含まれているはず。さてラノリンは何からできているでしょうか。 A、ほぼ植物でできている。 B、ほぼ土でできている。 C、羊の毛でできている。 A、B を選んだ方、残念、不正解です。次回頑張ってください。 C を選んだ方、おめでとうございます。ラノリンは羊毛から作られます。羊には皮脂腺があり、ウールワックスのようなものを作り出します。この物質が羊の水分の排出を助け、羊が乾燥しないようにするのです。このウールワックスを得るためには、まず羊の毛を刈り、遠心分離機にかけます。その過程で羊毛などから油分が分離されます。正直なところ、今までのようにはチューインガムを食べられない気がします。食品に含まれていたら気持ちが悪いものでも、実は FDA 米国食品医薬品庁に認可されている場合があります。チョコレートバー1本につき、昆虫の体の一部が30個以上あっても FDA に認可されるのです。おかしいですよね。もっと聞きたいですか。ではこちらも聞いてください。ピーナッツバターにはネズミの毛が入っていても OK。 美味しいんですかね。ピーナッツバターは FDA が最も厳しく管理している製品の一つですが、一瓶にネズミの毛が 2,3 本入っていても問題にならないそうです。さてもう一度直感をテストしてみましょう。ラノリンテストに失敗した人、今回は頑張ってくださいね。では第1問目。 FDA の基準ではアップルバターに許容されるカビの量はどれくらいでしょう。カビが 12% までなら許容範囲内です。第2問目。何パーセント程度のカビならチェリージャムに含まれていても許容範囲内でしょうか。チェリージャムなら 30% のカビは OK ということです。食べるのがだんだん嫌になってきました。第3問目。最後にカシスのジャムはどうでしょう。なんとカビが 75% 生えたカシスジャムだって FDA の承認済みです。ピーナッツバターもジャムも二度と食べたくなくなりました。さて突然飲み物の中にハエがいることに気づいたとします。背泳ぎの練習中、
さておき、問題はその飲み物を飲むか、それとも別に注ぎ直すか、どうすべきかはハエの性別によります。メスのハエが入った場合、数分後には味が変になります。一方、オスのハエがグラスの中に入っても飲み物の味は変わらないでしょう。実はメスのハエはある種のフェロモンを持っていて、そのフェロモンがおかしな匂いを発生させるのです。1ナノグラムの中にも十分なフェロモンが含まれているため、即座にハエを取り出したとしても飲み物は元の味を失ってしまいます。でもメスであれオスであれ、ハエの性別なんてわかるものではないので、新しいグラスに注ぎ直すのが賢明ですね。ハエが胃の中に入っても悪さはしませんが、どう考えても気持ち悪いですよね。缶詰は食べたことがありますよね。食べたことがあればウジ虫を食べてしまっているかもしれません。トマトの缶詰の中にはもちろんいます。キノコの缶詰、大好物です。ウジ虫はキノコの缶詰が大好きなのです。どれくらいかというと、水切りマッシュルーム 100g あたりウジ虫が20匹いたって認可されるくらいなんですから、知らぬが仏ですね。さて、チーズが嫌いな人はいないでしょう。でもこれを聞くとチーズ好きが激減するかもしれません。ウェンディーズのチリに使われる固結防止剤を覚えていますか？チーズが固まらないようにメーカーはおがくずを使うんです。というのは冗談で、木材加工中に出るおがくずではなく、セルロースのことです。チーズ1個あたりセルロースの含有量が 3.5% 以下であれば栄養的に問題ないと言われています。重要な面積事項を付け加えておくと、セルロースが使われるのはシュレッドチーズや粉チーズの製造と包装のみ。つまり塊のチーズを買ってきて自宅ですりおろせば、セルロースが含まれることはありません。パンを食べるとき、私たちは知らず知らずのうちに人間の髪の毛やアヒルの羽も摂取していることになるようです。人間の髪の毛がパン屋さんで誤って混入してしまうことはまだ想像がつきますが、アヒルの羽はどうやって混入するのでしょうか？実際、人毛を摂取してしまったというのは想定外のことなんです。パンを大量生産するためにメーカーは生地改良剤を使うことがあります。これはパン生地を柔らかくし、パンを焼く工程をより円滑にしてくれる成分。生地改良剤には L システインというアミノ酸が含まれています。ここまでくればお分かりですね。そう、 L システインは人毛またはアヒルの羽からできているんです。 L システイン全体の約8割は人毛からできています。しかしマクドナルドはアヒルの羽でできた L システインを使っているらしいですよ。焼きたてのホットアップルパイや温かいシナモンロールを食べるたびにアヒルの羽を食べているなんて考えたくもないですね。ポテトチップスと洗剤の共通点は何でしょう？どちらも洗浄剤を含んでいます。いえいえ、ポテトチップスでトイレ掃除をして洗剤をおやつに食べてというのはちょっと無理です。でもどちらの製品にもメタ重亜硫酸ナトリウムが含まれているのです。この成分は全くの無害。紙や革を作ったり、染料に使ったり、食品の保存料として使ったりと、いろいろな用途があります。賞味期限を長くするために、スナック菓子にはこの成分が含まれていることが多いそうです。また、変色を防ぎ、チップスをより美味しそうに見せてくれます。ゼリーを食べるということは、豚肉を食べているようなものかもしれません。ゼラチンを作るには、コラーゲンが必要ですが、ほとんどのメーカーは、豚の皮からできるコラーゲンを使っているからです。しかし現在では様々な種類のビーガンゼリーが販売されています。ゼラチンの主な代替品は寒天。完全に置き換えることが可能です。 100% 植物性で海藻から作られています。もしタイムトラベルができて、なぜかあなたが過去に戻ったとしたら、フライドポテトにケチャップをつけて注文したら驚かれるでしょう。今日私たちが食べ慣れているケチャップは改良を重ねられたもので、もともとのケチャップとは似ても似つかないものなのです。ケチャップの語源にはいくつかの説がありましたが、そのうちの一つをお話ししましょう。ケチャップの起源は中国で、中国人は魚の漬物と香辛料を混ぜて漬物をつける塩水を意味するケチャップと呼んでいたと考える科学者もいます。1817年、多少なりとも現代的なものが初めて登場しましたが、それにはアンチョビが含まれていました。
1850年代にはアンチョビは材料から姿を消しています。魚釣りにでも行きますか。